も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはヴィンテージソングいきます。こちらドーン、雪山賛歌。はい、この曲なんですけど、すごいです。ちょっとウィキペディアで調べたところによると、1926年大正15年にですね、登山をしていた仲間内が雪でね足止めを食う羽目になってしまった。その時に、ちょっと退屈だから作詞してみんなで歌おうということで歌われたというのが最初らしくって、アメリカ民謡に載せているということなんです。これつまりですね、今日この曲を選んだ理由はですね、音楽を始めてもらいたい方々の一つ、つまり大先輩方、もうちょっと柔らかい言葉で言うと、おじいちゃんおばあちゃんもウクレレ始めるの最高です。音楽って聞くよりやる方が最高なんですよ。で、この雪山さんかおじいちゃんおばあちゃんも絶対に詳しいと思うんですよね。で、しかもこの曲、入門コード3つ。もう本当に簡単コード3つできるんですよ。なのでぜひ、これ、あらゆる世代で歌われるのがいいと思いますけど、しかもこう冬にね、こう雪山こう思いながら歌う。ロマンチックじゃないですか。そういうわけで、この曲で音楽始めてくださいということと、あとはこれ楽しい曲ですから、はい。みんなでワイワイ歌うのもいいと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。今日はね、そういうわけでシンプル簡単バージョン、1バージョンだけですけど、もうこれで十分ですから、ゆっくりやります。安心してください。そういうわけで音楽、私やってみようかな。ウクレレだったらできるかなと思う方、できます。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器触ったことないけど、私音楽の才能きっとないと思いますというそこのあなたも、あっという間にできるプログラムがあるんですよ。はい。本当にすぐできます。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にできます。本当に。はい。ぜひ皆さん、音楽始めましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで、ちっちゃいウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もうアップロードされております。そうみたいな、この昭和の夏メロ、ほんと、おじいちゃんおばあちゃんとかっていう方もにも喜んでもらえそうな曲もいっぱい取り上げてます。童謡とかね。ここにちょっとリンク貼っときますんで、ちょっとご覧になってくださいね。そして今日始める前に一つ、キーポイントがあります。この曲ね、三拍子の曲になっております。三拍子っていうのはどういうことかというと、普段このね、楽譜、こういう風に映してるんですけど、このワンブロックで4回弾きましょうということがルールになってるんですけど、3拍子の時はこれが3回弾くぞと変わります。つまりじゃん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 1、2、3、1、2、3、こんなリズムになりますからね。それでは早速やってまいりましょう。雪山賛歌ガズレレ流簡単バージョン3拍子ゆっくりでやってみます。山よ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 、ワン、ツー、雪よ岩よ我ながら宿り、俺たちは街には住めない、雪山賛歌ガズレレ流シンプル簡単バージョン3拍子でゆっくりやってみました。
いいですね。なんかこう、すごい大きいスケール感。マッターホルンみたいな、行ったことないけど、マッターホルンのイメージでちょっと歌ってみたんですけどね。いかがだったでしょうか。これね、ダークダックスさんがね、やっぱりこう歌われて有名になったということもあるんですけど、ちょっとその、ムードをちょっとこうね、やらせていただいて。で、最初の、山よ、あれでこうテンションをだんだん上げていっていただくというのがいいと思うんですけど、今聞いていただいて分かったと思うんですが、本当はね、もっとものすごくいっぱいあるんですよ。で、今は4番までやって、最後の最後のワンフレーズをつけたというガズレレのオリジナルアレンジになっておりますので、フルコーラスでやりたい方、これね、多分、ちょっと8番ぐらいまであった気がするんですよね。それ歌詞書き足して、どんどん自分で楽譜作ってね、これコード3つしか出てこないので、どんどん歌っていきましょう。はい。で、今、YouTube と一緒に、ゆっくり一緒に合わせてなんとかできたという方、素晴らしいです。はい。しばらくそれを続けていただいて、その次のステップがあります。その次のステップとは何かというと、このご自身だけで、一人だけで演奏してみる。ガズレレ YouTube と一緒じゃなくてね、それをやってみるのがね、やっぱ次のステップだと思うんですよね。で、最初のうちはやっぱりなんか紙見ながらの方がね、やっぱもういずれ覚えてやりたいですけど、その時に、やっぱりね、楽譜を見た方がいいと。じゃあ楽譜どうするんだということなんですけど、いつもガズはですね、このノートを見ながらやってます。こんな感じで書いて、これを見ながらやってるんですけど、もうちょっとしたらここに移して、こんな感じで書いてるんで、皆さんも楽譜こんな風に書いてみたらどうですかってやるんですけど、今ね、このサービスが始まってます。はい、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の雪山参加を含む、今までガズが取りためて書き溜めてきた膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんのお好きな曲をお選びいただいて、ダウンロードしてすぐに練習できるという画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所3箇所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。はい。雪山さんか。ここね、ダークダックスさんですから。はい、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 はい。まあ、消化とも言われますよね、こういうのね。これ3拍子の曲ですよ、ということで、1ブロック3回弾きます。この1ブロックで3回弾きます。はい、だから、1、2、3、1、2、3ということで、先ほども言いましたけれどもね。はい、これはめちゃくちゃシンプルですから、さっと書けると思うんですけどね。まあ、これ一時停止して書いていただくか、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、ガズクラブでダウンロードっていうのもおすすめしております。この曲はもうほんとシンプルなんでね、ぜひ、ちょっと挑戦していただきたいです。これはおじいちゃんおばあちゃんもちょっと挑戦したらできると思うんですよね。この Cから G7 に行くときちょっと難しいと思うんですけど、この辺もね、やっぱね、ゆっくりやるとね、大丈夫です。あと、次、ここ弾いてるときに、次 G7 が来るぞと思いながら心弾くんですよ。ちょっと先を読みながら、やる。それがまた脳トレになるし、これね、ほんと脳トレですから、本当にね、いいと思います。指も動かすし、脳トレだし、ほんと健康管理、ボケ防止。もう最高だと思いますよ、ウクレレ。はい。これずっとコード進行同じです。この2行がずっと繰り返す。これが1番、2番。はい。歌詞が変わっていくだけですね。すごいシンプルです。はい。はい。これ4番やって。で、最後ワンフレーズ。これガズレレオリジナルアレンジで、最後の最後のフレーズ、足して終わったというのがガズレレアレンジになってます。はい。じゃあ出てくるコード解説。今日はもう解説するまでもないという感じです。C と F と G7。この入門コード3つ。この3つは、ウクレレ始めた方が一番最初に覚える、もう本当に簡単入門コードなんです。一応ちょっと今日これ解説しましょう。はい。じゃあ C から。C っていうのはこうですよ。はい。皆さん、こう。
一番下の弦の3番目。F っていうのはこことここ。イメージとしてこう斜めっていうイメージを持つといきます。指を立ててくださいね。寝かせてるとダメですよ。F は斜めね。で、G7 はこことこことここの三角形でございます。はい。この三角形。これをね、まずこの3つ。もうどうしたってこの3つは覚えてもらいたいです。で、さっきのね、初心者レッスンはここに行ってください。もう一回ここに貼っとこうかな。ここ見て。ここ見たらこのコード本当に覚えられますから、このリンク先に行ってください。概要欄のところにもね、貼っときますけれども、まずはこの3つの入門コード、初心者レッスン動画シリーズでマスターして、まあ、これをこれ以上シンプルにしようがないです。とにかく、ワンブロックに3つ弾いていく。じゃん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 。じゃじゃじゃーんじゃ。はい。歌は皆さんご存知でしょうから、皆さん思いっきり歌っていきましょう。やっぱり音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと楽しい。この音楽をこう、伴奏を自分でしながら歌う。ほんとこれね、いくつになってもできる豊かな体験だと思いますね。ほんと今からでもね、もうどんな方も遅くないです。はい。この今ご覧になっているガズレレ方式で、ウクレレで音楽やろうと思ったらもう、あっという間にできるんで、本当にね、ぜひおすすめしたいと思います。よろしくお願いします。はい。ガズレレではですね、もうほんと老若男女もありとあらゆる方の音楽をね、聴くからやるに変えていくのがもう楽しいなということでやってるんで、そういうコンセプトでやってます。まあ、ホームページもちょっとこの辺にリンクを貼らせていただくんですけども、ぜひ、ご活用いただいて、もりもり楽しんでいきましょう。YouTube チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますので、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これ、ガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい初心者様の最初に一歩にもいい、初めてウクレレ、これ2つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。